全身トレーニングはその名の通り、一日で全ての部位を鍛えます。このトレーニングルーティーンは非常に効果的であることが科学的にも示されています。特に週に2、3回しかトレーニングできない人、ジムに行けない人、そしてトレーニングルーティーンをなかなか固定できない、そんな忙しくてトレーニング頻度が不規則になってしまう人にとって非常に効果的なトレーニングメニューです。 例えば、週に6回、プッシュプルレッグルーティーンを組んでいる人がいるとしましょう。もし、火曜日のプルの日、トレーニングすることが急遽できなくなってしまった場合、すべてのトレーニングルーティーンが崩れることになります。プルが週に1回になってしまうので、上半身、下半身ルーティーンに変わったり、1週間のトレーニングスケジュールをすべて変える場合もあります。全身トレーニングの場合、週に6回、 いや、3回でも、どんなルーティンを組んでも、急遽仕事が入って、1日できなくなったところで、ほとんど問題がありません。不規則なスケジューリングになってしまう人に非常に適応します。全身トレーニングは、高頻度で鍛えられることがポイントです。効率的な筋肥大を目指すためには、頻度が非常に重要です。メンノ・ヘムルズ博士は、筋トレ頻度について、このように話しています。If you are a beginner Then most research shows that there is actually no benefit to training a muscle group more than once a week. Hitting each body part once a week that works very well for beginners. But as you get more advanced, the time course that you can elevate muscle protein balance, that period basically decreases as you get more advanced. つまり初心者の人の場合は週に 1回の頻度ては足りなくなってきます フィットネス先進国のアメリカでは1週間で1部位では頻度不足であることがすで、えー、にかなり広い範囲で認識されています。運動生理学者のマイク・イズラテル博士もトレーニング頻度について次のように話しています。 この筋肉が分解されるというのは少しオーバーだと思いますが同じ部位のトレーニングを1週間待つのは彼の話す通り待ちすぎです合成は2、3日で終わるため同じ部位を鍛えるのは最低でも2、3日に1回は鍛える必要があります 科学的なレビューでも少なくとも週に1回よりも2回同じ部位を鍛える方が効果的であることが示されています。効果はこのグラフのように2倍近く違います。この考えは多くの研究家にサポートされていて、すでに科学は週に2回以上のトレーニング頻度がどうなのかというレベルで調査をしています。さらにはグレック・ニコルズ博士の調査によりベンチプレスなどの上半身トレーニングは高頻度の方が筋力アップ効果が高くなる傾向が強いようです。 週に3回しかトレーニングできない人でも全身トレーニングなら各筋肉週に3回鍛えられるので筋肥大効率の非常に高い頻度で鍛えることができます次に全身トレーニングのメリットとしてボリュームを結構稼ぎやすいんですね週に3回全身トレーニングをやっている方だったら1日6セット各筋肉をやれば合計で18セットになります18セットあれば筋肥大のために十分なボリュームを確保することができます 不規則なスケジュールを組んでいる人の中には、週5、6回などかなり高頻度でトレーニングできる週もあるっていう人もいるかもしれません。こういう場合、5回、6回だと全身トレーニングやるとオーバーワークになってしまうのでしょうか。まだ信頼性はそこまで高くありませんが、全身トレーニングは週6回など超高頻度でトレーニングしている人にも適している可能性があります。ノルウェーの研究では週に3回の全身トレーニングと、 週に6回の全身トレーニングを比較しました。トレーニングボリュームは同じです。ベンチプレス、スクワット、デッドリフトのトレーニングメニューです。こちらがそのメニューです。結果として筋力アップや筋肥大に統計的な優位な差はありませんでした。ただ、この研究では統計的な検出力というものが非常に低かったため、研究者たちは効果量を計算しました。それがこちらです。 スクワットの 1RM 以外は週に6回の全身トレーニングをこの研究では指示していることがわかります。特に女子防体重の効果量は週に6回のが非常に高い値であることがわかります。この原因としてメノヘムルズ博士は1日で行うトレーニングボリュームが減ったためより質の高いトレーニングができたためと考えられています。つまりベンチプレスの MAX を扱った後にスクワットの MAX っていうのはいくら拮抗筋とか あんまり影響しない筋肉とはいえ無理ですよね。そのため最初に取り組むトレーニング種目が最も質が高く、その後は質がどんどん低下していきます。高頻度でトレーニングすることで体の疲労状態が減少し、より多い回数とか重量を扱えるようになる。これが頻度を増やしていくメリットだと考えられます。 ここで全身トレーニングメニューの一例を紹介します。まあ一例ですので全身トレーニングをやるときは自分なりにアレンジしても全然 OK です。ポイントとしては基本的にはコンパウンドでトレーニングし RPE をしっかり管理するのがポイントです。ベンチプレスは大胸筋下部とチューブというイメージが強いですが、この筋電図分析からもわかる通り大胸筋上部にも強い刺激が入っており、大胸筋全体を活性化させます。 バーベルフルスクワットは、大腿四頭筋を強く活性化させます。深くしゃがみ、膝をロックさせるまで行います。2009年の研究によると、スクワットのみではハムストリングスの刺激が不十分であるため、ハムストリングスと大腿四頭筋両方筋肥大させるためには、スクワットに追加してハムストリングスを狙った種目が必要であることが示されています。ここはデッドリフトでも構いません。背中も鍛えられますしね。 ただ、高重量のベンチと、スクワットやった後に、デッドリフトは、かなりきついかと思いましたので、アイソレーションのレッグカールを採用しました。まあ、できる人は全然、えー、デッドリフトでも構いません。懸垂は背中にある筋肉、上腕二頭筋、三角筋、後部を強く刺激します。全身トレーニングで重要なのは、できるだけコンパウンド種目で行うことです。すべての部位をアイソレーションなどで狙っていたら、まあ、2時間とか U に超えてしまいます。 オーバーヘッドプレスは上腕三頭筋三角筋全部を鍛えます。筋電図分析からもわかる通り三角筋全部の筋活動が強いことが示されています。ショルダープレスなどの三角筋全部のプレスは立って行うことで肩の筋活動が増えることが科学的に示されています。なのでできるだけ立った状態で行ってください。これはダンベルでも構いません。リバースペックデックは三角筋後部というイメージが強いですが 筋電図分析によると三角筋中部と後部に非常に強い刺激を入れることができます。研究によるとニュートラルグリップのペックデックの方が三角筋後部の活動が強いことが分かっています。ニュートラルグリップでできる持ち手がありますがそこを持つと可動域が少し狭くなってしまうので個人的にはこのやり方を好んでます。上腕二頭筋も懸垂などで刺激がかなり入っているといえど上腕二頭筋の種目を追加するのがおすすめです。 体の側面に腕を置くカールは上腕二頭筋の長頭と短頭をバランスよく刺激してくれます科学的にもダンベルカールやバーベルカールよりも上腕二頭筋や前腕の腕頭骨筋の活性化が強いことが示されています高頻度トレーニングのポイントとしてやりすぎないように注意してください高頻度トレーニングは各筋肉が回復できる時間が非常に短いです科学的に 限界までの追い込みっていうのは回復時間を大幅に延長させます。そのため RP8 で2回分ぐらいは余力を残すのがおすすめです。まあ、個人的な目安ですけど動作スピードが落ちてきたらやめきですかね。例えばスクワットで限界に近い回数やると次のデッドリフトとかベンチプレスかなりしんどいことになります。すべての種目で一貫して80%の力を出せるように 100%の力は出さず、あえてサボるのがおすすめです。週に2回以上が必要なことは皆さんわかっていると思いますが、週に6回などの超高頻度でも非常に効果的です。超高頻度トレーニングの利点を発見したこれまでの研究の全てはパワーリフターとかアスリートなどのかなりの上級者で実施されました。メノヘムルズ博士も自身の記事で話してますが、中級者以上のトレーニーは、 非常に高頻度でトレーニングすると同じまたはわずかに優れた筋力の発達と筋肉の成長が受けられるようです。ただ当たり前ですけど週に3回とかでも非常に効果的ですので安心してください。全身トレーニングはすべての人に機能する優れたルーティーンですが特にトレーニングできる頻度がバラバラの人。今週は週に2回だけど来週は4回行けるとか忙しくて不規則なスケジューリングを組んでいる人に非常にお勧めです。 週に6回できる日は分割でやらないとオーバーワークになってしまうのか。確かにそのリスクはありますが、週に6回など超高頻度の全身トレーニングもかなり効果的な可能性があります。注意点としては、科学的には週に2回以上が優れているというのは非常に信頼性が高い答えですが、週に6回の効果はあくまでも可能性だと考えてください。 一番安全というか、いい意味で教科書通りなのが、科学的筋トレシリーズで紹介しているマイク・イズラテル博士の推奨する頻度だったり、まあ、週に2、3回ですかね。2019年の研究では、トレーニング経験平均で3.2年の被験者で調査しました。その結果、全身トレーニング週3回よりもわずかな差でしたが、上下分割をそれぞれ2回ずつ、えー、計週に4回の方が優れていることが示されています。 不規則じゃないけど超高頻度の全身トレーニング試してみようかと考えている皆さんおそらくプッシュプルレッグなどの分割を何年もやった人は特に高頻度の全身トレーニングの効果を得られる可能性があります全身トレーニングされている方はあまり多くはありませんが捨てたものじゃありません非常にメジャーな分割トレーニングよりも優れている可能性がありますまあ週に1回より優れていることはもう明白ですけど興味ある人は全身トレーニングをぜひ試してみてくださいそれでは以上です エステロイドユーザーなどの非ナチュラルはどうか分かりませんがナチュラルは頻度がかなり重要だと感じます2回以上は言うまでもないですが週に6回とか今までの常識だったらオーバーワークのレベルの頻度でトレーニングしてもナチュラルの場合結構機能するかもしれませんただ信頼性が高いのはあくまでも週1回より週2回以上という頻度ですのでそこは覚えておいてください週に6回だったら2回より優れてるとか 3回4回頻度が多くなるにつれて優れているかっていうのは今のところ科学では結論が出てません。